バファーバファーバファちゃん、モココちゃんに質問です。スゴあんとコシアン食べたことありますか、うんうんうん、あれはどっちが好きでお好きか教えてください。またタケノコの里と、はい、キノコの山どっち派でしょうか。そうね、どっちでもないですいや、普通の野菜のタケノコと野菜のキノコの方が美味しいです。キノコの山に行ってキノコを掘ってみたいです、はい、あ、やりたいですね。やりたいです。あとキノコもやりたい。あとタケノコも掘る掘る掘ってみたいな。いろいろ大変だと思うけど、楽しそう。楽しそう、ね、一度やってみたら、うん、で、つぶあんとこしあんはどっちも大好きですけど、つぶあん、つぶあんです、ね、好きですね、やっぱり。はい、うんうん、あ、こしあんは作ってたことないんですけど、つぶあんは作ったことある。でもね、うんうん、あの、ふわもこが作ると、うん、お店で買うタイプと比べたら、うん、お店の方が美味しい。うんうん、でも、作ったらもっとあの、お手頃で作れるから、うん、うんうん、あんまり甘すぎないようにもできるから、できるやね、うん、はい、うん、おい作ったヘイワイヘイワイ。コシアンは作ったことないけど、うん、ナフィアンズはいつも平和だよ。あおあおあお、美味しい。あ、でもね、ちょっといいエピソードがあって、え、あ、まあ、ちょっとえ、実は昔、だいぶ昔の話だけど、ちょっとね、あんこが食べれなく食べれなかった時期もあって、そうね、時期もありましたね。トラウマがあっちゃってあのちょっとね、なんか、ま、おまんじゅうみたいなお菓子があって、ちょっとすごいちっちゃかったから、まだポッピーで、ちょっとポケットにおまんじゅうを押さえたことを忘れちゃって、で、数週間後、あ、おまんじゅうがポッポケットの中にあるんだって、忘れちゃったって気づいたら食べてちょっとね食べたらちょっと病気になってしまいましたね。で、それ以来は長い間ずっとあんこが入ってるもの食べれなくて、でも今は全然大丈夫です。うん、パピーだったからうん、はい、しょうがないよね。そういう経験あるあるうん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 